ある日、自分が突然ホラー映画の主役になっていて、何の説明もなく悪役だと知らされて、開始1分から散々暴れて、登場人物たちをみんな殺してしまったとします。1時間半、もうノンストップで、殺害人数は4桁を軽くオーバーです。ちょ、この状況でホラー映画の話とか、おかしくはなしですよ先輩。例え話ですから、最後まで聞いてください。遠野くんはたまたま気まぐれで映画館に寄ってその映画を見たとします。誰かが主役のそのホラー映画を見終わって、ふと横の席を見ると、そこには悪役だった誰かが座っていました。映画のエンドロールから抜け出してきたばかりの血まみれの誰かが、彼は言います。はじめまして、誰かさん。映画の世界からやってきたものです。ああ、でも安心して、怖がらないで。私は台本通りに殺人鬼を演じただけ。それがまさか、終わった後に映画から追い出されるとは思ってもいなかった。あなたは彼をどう思いますか？脚本通りなら仕方がないと歓迎するか、フィクションであろうと悪役は悪役だと糾弾するか。それとも映画の中に戻れと非難するか。この場合、どれが人間として正しいのでしょう。なんて、ちょっとした退屈しのぎでした。突然遠野くんに意地悪したくなったのです。昨夜そういう内容のホラー映画を借りてしまって、あんまりにも真に迫っていたので、遠野くんにもホラーを分けてあげようかなと。そうですか。突然意地が悪くなったことはどうかと思いますけど、その映画自体は面白そうですね。二重構造でよくできています。タイトルを教えてくれれば、俺も借りてみますよ。ええ、この事件が片付いたら、ぜひ。この部屋で最後ですね。残念。いえ、幸いなことに使徒の痕跡はなし。今回は完全に外れでした。
そっか。なら戻りましょう、先輩。さすがに疲れました。昼間とはいえ、廃病院っていうのも気持ちが悪いし。おや、あの地下広場でも音を上げなかった遠野くんらしくありませんね。あのですね、あそこまでぶっ飛んでるともう驚きしかないんです。一方、廃病院は立派な都市階段ですから、短すぎてこっちの方が怖いです。なるほど、そういうことなら夜についてきてもらえばよかったですね。遠野くんの怖がる顔見るチャンスだったのに。ふむ。空腹ですか、遠野くん。恥ずかしながら、購買部に行く途中で先輩を見かけたから昼抜きなんです。ご飯食べていきます？ちょうどこの辺りにいいお店があるんですよ。いえ、あまりお腹は減ってませんから。まあまあそう言わずに、一食ぐらいでしたらおごっちゃいますから。先輩らしく手伝ってくれた後輩へのお礼をさせてください。実はお腹が減って倒れそうでした。お願いですから、その素敵なお店に連れて行ってください。はい、素直な返事で大変結構です。それでは可愛い後輩のため張り切って一肌脱ぎましょう。
おっと残念、ランチタイムは終わってしまいましたか。スパイシーチキンはつきませんね。はい、どうぞ遠野くん。カレーセット無料券です。どうぞ好きなセットを頼んでください。私のおすすめはバターチキンカレーです。辛ければいいというものでもありませんし、遠野くんは初心者ですし。だよね、そういうことだよね。先輩、飲み物だけでいいんですか？もっとこう、ほら。いえ、私はお昼はちゃんといただきましたので。夕食前だし、今食べてしまうと1日4食になっちゃいます。先輩、ちょっと食べます？はい、ちょっとだけなら。うわ、いえ、あのスプーンじゃなくて小皿に分けるという意味だったんですが。え、ごめんなさい、ついつられちゃって。失礼しました。小皿に分けるなんて全くの想定外だったので。先輩の中でどんだけ心が狭いんですか俺は。はい、どうぞ。ナンも1枚食べてください。
遠慮しないで食べてください。もともと先輩の日々の努力の成果なんですから、感触については考えない方向で。はあ、そういうことではないのですが。機会だから聞かせてください。どうして遠野くんはこの事件に関わるんですか？あんな目に遭ったのに怖くないんですか？それとも、使徒を殺せる異能があるから怖くないとか。いえ、怖いですよ。銃を持てば戦争は怖くなくなるなんて話は聞いたこともないし、自分にどんな武器があっても怖いものは怖いです。逃げられるものなら逃げてしまいたい。本当は逃げたいんですね。でも、ならどうして？どうしてって、そんなの。そんなの決まってます。先輩が頑張っているからです。私が頑張っているからですか？はい。人知れず戦ってくれている人がいるんだから、こっちだって簡単には逃げ出せません。というか、そもそも。
そもそも先輩がグローブを倒してくれなかったらみんな死んでいたんだし、俺がやってることは単に先輩への恩返しみたいなものです。でも先輩の足手まといになってるのは変わりませんね。相手はもう死んでいる、相入れない敵だって分かっているのに割り切れない。怖い怖い言ってられませんね。先輩の役に立ちたいんならもっと強い心を持たないと。いえ、それを直すなんてとんでもない。それは良くない勘違いです。先輩、失礼しました。でもそこはぜひそのままで。弱くても私はそんな遠野くんがいいです。いちいち迷ってしまう人だから私も守りたいと思うんです。そうだ先輩、先輩はすごく強いけど格闘技とかやってるんですか？ほら武器もいっぱい持ってたし。言えませんが、基本的なサバイバル技術は教え込まれました。あとは対吸血鬼専門の対処法をいくつか習得したぐらいです。黒剣も結界も秘石もそれなりに使えると思います。そうなんだ。俺は見ることしかできないけど先輩はやっぱりいろいろできるんだね。見るだけですか？私もまだ詳しい説明を聞いてはいませんでした。遠野くんはブローブの腕を切断していましたが、あれはどういったものなんでしょう？どういったものって、直視の魔眼、死の概念を捉える魔眼なんて。そんなに珍しいんですかこれ。先輩の方が何倍もすごかったけど。珍しいとか強いとか
そういった次元の話ではありません。これは魔術と魔法の関係に近いです。私の黒剣や武装は言ってしまえば確かに頂上のものではあるが、今の技術でも到達できる物理現象です。戦闘機や空母を個人で保有できる人物と相対差はありません。一方、あなたの魔眼はどうあっても今の技術では到達できない現象です。死に向かうのではなく死を形にするなんて、それこそ人の手に余ります。厳密に言えば人間はまだ死を知らない、まだ誰も見ていないものをあなたは見ているようなものです。人間は誰だって死にます。みんな生きているうちは経験こそしないけど、死はやってくるんじゃないんですか？それは生命活動の停止に過ぎません。人間という装置が活動できなくなっただけの結果を私たちは死と呼んでいるだけです。人間が死んでも失われるものは何もありません。ミクロの視点で見れば素粒子は失われていませんし、マクロの視点で見ても個人が死んだところで星に損失はありませんから。でもあなたの目が見ているものは違います。家庭を飛ばして物事を終わらせるのなら、それはエネルギー保存則に頼らない究極の意味での死です。ある司祭からの受け売りですが、死とはこの宇宙に未だないもの。あると想定することで多くの事象を説明できるけれど、実在してはいけないものとされています。ごめんなさい、全然わかりません。もう少しレベルを下げて教えてください。つまり空想上のものです。ファンタジーですね。ありきたりのものどころか、どこにもないものってことです。まあ、レアケースなのは確かですが、神話にはそういった魔眼の伝承があるので、過去に何人かのホルダーはいたんでしょうけど。でも、その目ならブローブを切断したのも頷けますね。てっきり、あのナイフが特別なものだと勘違いしていました。それで、その目は遺伝ですか？遠野くんのお父様もそういった目を持っていたとか。いえ、違いますよ。親父は普通というか、うちにこんな目を持ったやつはいません。異常なのは俺だけです。子供の頃、事故に遭ったって言いましたよね。その後遺症なんです、これ。後遺症？生まれついてのものではないということですか？はい。線が見えるようになったのは7年前からですし。私、勘違いをしていたっぽいです。調べ物ができたので今日はこれで。大切なことを言い忘れてました。遠野くん、ちょっと立ってください。
私はこれで帰りますが、くれぐれも夜は出歩かないように。その目があるからって一人で吸血鬼を探したりしちゃダメですからね。あ、いや、ええ、わかった。わかりました。一人で吸血鬼探しなんてしない。よかった。約束ですよ。あ、待って先輩。その、今ので一つ気になることを思い出しちゃって。吸血鬼って不死身なんですよね。なら風邪とかも引きませんか？ありえませんね。呪いならともかく、人間でいう風邪を引くなんてナンセンスです。死者に免疫機能はありませんから。だよな。なら神祖ってやつも同じ。神祖に至ってはありえないというより、あってはならないです。彼らの免疫機能を活発化させるウイルスなんて、下手したら人類絶滅クラスです。ところで、なんでそんな話を？ああ、いや、なんでもないのです。それじゃあ先輩、また明日学校で。また明日。はい、また明日ですね。それではごきげんよう、遠野くん。あらかじめ言っておくと、俺は嘘は言っていない。吸血鬼探しはしているが、一人ではないのである。四季、いや別に、アルクエイドには関係のないことだ。気にしないでくれ。よし、吸血鬼探しを始めよう。今夜はどこに行くんだ？今夜は特に当たりをつけている場所はないわ。街を歩いて死者を見つけるぐらい。あなたの目なら生きている人間と死んでいる人間、一目で判別がつくから。
ちょっときついだろうけど、できる？式。もちろん協力するってそういうことだろ。ええ、頼りにしてるわパートナーさん。あ、でも本当に辛くなったらすぐに休んでね。あなたの目は特別だから大切に扱わないと。今夜は完全に無駄漏れだったな。緊張して損した。そうね。でも私は楽しかったわ。四季は相変わらず文句ばっかりだったけど、無駄なことがこんなに面白いなんて知らなかった。その点は空気を読んだ人たちに感謝ね。お礼に出会った時は容赦なく粉々にしてあげる。元気なことはいいことだけど。
アルクエド、元気そうだけど体の調子はどうなんだ？お前、昨日くしゃみしていただろ。風邪とかひいてないか？風邪？免疫機能の低下による発熱のこと？そんなのひいてないの？ねえ、どうしてそんなことを聞くの？もしかして私のことを心配してくれてる？別にそんなんじゃない。俺がやっちまった傷がちゃんと治ってるのか気になっただけだ。式につけられた傷はそう簡単には完治しないわ。昨日のはそれとは別、多分身体機能を変えていたからじゃない？戦う時以外はあなたに合わせて人間寄りにしているから。はあ？人間寄りってなんで？さあ、なんででしょう。ま、風邪のはずがないんだよな。吸血鬼は風邪をひかないって先輩も言ってたし。先輩って、あの女のこと？え？なんだよ、いきなり。あの女って、誰さ？とぼけないで。あの女はあの女よ。ブローブと戦っていたあいつ。やっぱり昼間はあいつにまとわりつかれてるのね。いやそんなことは。まあ吸血鬼のことを教えてくれたのは先輩だけど。いいじゃないか。先輩もお前もやってることは同じなんだから。ロアは倒したんだし、もう敵対する理由はないんだろ。理由はなくても相入れないの、私たちは。いい？神祖であろうと使徒であろうと、吸血鬼にとって代行者は敵なの。前にも話したでしょ？あいつらがどれだけ陰湿な奴らかって。もう忘れちゃったの？四季のバカ！覚えてる。ちゃんと覚えてます。確か。吸血鬼の天敵だろ。夜の巡回だってもともとは先輩の仕事なんだろうし。となるとお前は何だ？
吸血鬼界の裏切り者か？それを言うなら、私は吸血鬼にとっての天罰よ。まあいいわ、代行者なんて虫みたいなものだし、連中がどんなに出てきても関係ない。でもあいつだけは別。それで、あなたはどうなの、シキ？え？あいつをどう思っているのかってこと。私、シキのことは何だっていいんだけど、あいつだけはダメ。あなたの気持ちがあいつに向くだけで許せない。許せないってなんだよ。先輩は俺の学校の先輩だ。いつも世話になってるし、ブローブの時だって助けてくれた。アルクエイドだって先輩と一度話せば仲良く。絶対にならない。私はあいつが嫌いだし、あいつも私を殺したがってるし。シキは騙されているだけよ。埋葬機関の人間はみんな好戦的で、隙あらば襲いかかってくるんだから。大体あなたは初めからあいつの正体を知っていたの？どうせいつも通り一般人のふりをしてあなたをからかっていたんじゃない？